日本兵庫県作用郡作用町、平福平福の川端風景平福は、兵庫県作用郡作用町の地名。郵便番号は679-5331。平福は、作用郡作用町に属し、しばしば時代劇のロケ地にもなっている、赤茶色の土蔵と川屋敷が立ち並ぶ、川端風景で有名な旧宿場町、在京町。秋から、冬の朝霧の名所としても知られる。 棚田百戦に選ばれたお伝い牧国も近い。室町時代は赤松市の拠点で江戸時代初期に築かれた李上城の城下町を起源とする。一国一条例による李上城廃城のため城下町としての歴史は短かったが、陣屋や,や鳥取藩本陣が置かれる稲葉街道最大の宿場町として発展した。また高瀬船が佐古市から千佐川を遡って、 支流の作用側の当地へ、海産物などを運び入れたことで商業が流盛、その 1.2km の区域の300個余りの家の約8割に野号がつく商人の町となった。昭和初期まで、出雲街道、稲葉街道及び作用の中心として繁栄していたが、鉄道が敷設されなかったため衰退しその地位を失った。王子の面影を伝える旧街道沿いにある、 弁護窓と千本講師を持つ古い家並みと水運で賑わった左用川沿いの石垣状の川座敷と土蔵群は1983年に制定された左用町歴史的環境保存条例の保存区域の指定を受けている。平福塾府館立野や醤油本店町立小中学校や公立高校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 なお隣接する岡山県の公立高校や、地図急行沿線の鳥取県立高校への進学は、全国募集枠を利用するしかない。ありがとうございます。